どうぞお母さんの前に。あ、はい、動画を拝見してちょっといろいろ見てみたんです。あ、見てもらったですか。はい、様子とか今更なんです。怖くて見えなかったけど。すごいですよね。すごいことやってるんですよね、実を言うと。でもこの子さ、これ耐えてくれるんだよね。これ設置するときもだって全身麻酔してないもんね。普通の猫は全身麻酔しなきゃできませんよ。この子だからやらしてくれるという。だいぶ中入れてますよね。入れてますよ。ここまだだって繋がってますもん。ぶつかっても平気なの。うん。入り口から入れてやったんですけど、それでも。いつも向こうから7階出てきてるからいいのかなとか。反対側から出てきてくれれば通ってること。私がやるとやっぱ甘えがあるんで、嫌がってあの泣けばなんとかなると思ってるところがあるんで、ちょっとその辺の条件が違うかなと思う。ちょっと怖いね。頑張ってるね。せっかく病院から帰ったと思ったらね、また来ちゃったね。ちょっと震えてます。あ、それちょっと興奮します。大丈夫大丈夫。大丈夫よ。ご飯だけは、ね、ちょっとだけね、大丈夫だよ、ね、どうかな、うん、助けて助けてしてよね。エコーちょっと切りますよ。エコーだね。エコーだね。大丈夫だよ。はい、ごめんね。もうちょっとだよ。はい、ちょっと軽くね。よし、ちょっと綺麗にしとこう。汚いね、絶対。で、この穴がさ、今のチューブがないと1日で塞がっちゃいます。よしよし、きれいきれいだよ。ごめんね、きれいきれいだよ。すごい頑張ったね。おとなしいね。そう、人に対してはめっちゃおとなしいんだよね、この人ね。昔からそうですね。これ普通の猫ちゃんはね、これ耐えてないんだよね、なかなか。よしよし、まだ人間捕まってられない子とかもいたんで、ちょっと普通っぽい時代はないですね。えらいね、わかるね、楽になるのね。ちょっと持ち上げて、はい、よしよし、ちょっとね、よし、えらいね。で、ピンク色のやつで出ますよね。で、ここをあのちょっと消毒してくださいね、この入り口をね。こすっても多少は大丈夫ですよ。こう分かったらポンポンポンだけでいいです。私はちょっと今現役のまんま、今現役のままやりましたね。はい、うん、でかなり脱水してるからちょっと点滴もしますからね。こういったまだだよ。入ろうとしたまだだね。まだポトポトなんですね。ポトポト、逃げましたね。ポトポトしたった。これでもね、前よりね、逃げようと思う気力ができたね。あ、置いといて。ポトポトね。ね、これね。これね。うん、逃げないでね。逃げないで。元気は出てきてるんですけど、食べないのかな。あの、食べてるのってさ、缶詰も KD だし、ドライも KD なんですよ。全部 KD で、はい。で、自分で買えるんですかね、缶詰とかも。あ、残ってます。あります、お家に。また新たにちょっとあの買わないと。今、薬用に使ってるだけなんで。うん、そうそう、まだでお薬またね、はい、出しますんで、はい、あの1週間飲ませてください。わかりました。そんで1日2回ぐらいこう入り口パタパタ、うん、あの消毒してください、はい、膨らんでこんかったら1週間後に見せてください。ただしあんまり食べんとかね、
体重が減っていくんだったら、うん、途中で慢性腎臓病もあるからさ、うん、点滴してあげた方がいいかなと思うんですけど、ね、足220、はい、これつけた、うん、難しいか、今日の今の体重を目安にします。維持できればいい。維持できればいい。維持できればいい。だけどこれからさらにまた減っていくんだったらちょっといかんよね。はい、一生懸命一生懸命今回は、はい、上げても上げてもズリズリって逃げてる、一生懸命逃げてるんですよ。そこまでちっちゃくない、力は ないこともない、ゆるーく後ろにズズ、この手と一緒にズズズズズ、戻したりすることはすればないですか。戻したりすることはないですか。ないです、はい、見てる限りでは大丈夫だよ、大丈夫だよ。了解です。お利口だね。大丈夫大丈夫、大丈夫だよ。この膨らみで分かるからね。まだ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 、うん、逃げないで、ごめん逃げないで、部屋をそうお待たせいたしました。はい、だいぶ膨らんでる、一回外して、よしよし、まだ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 、あと何分くらいだね。もうちょっとだからごめんね。あちゃんがね、あちゃんがね、一生懸命ね、ゆっくり、ゆっくりじわじわ下がるんだよね。まだだよ。もうちょっとだね。まだまだね。こっち向けてあげるんだよね。もう一つ、もうちょびっとだから、もうちょびっとだから大丈夫大丈夫大丈夫だから、元気大丈夫、逃げないで、元気は本当にすごい、皆さん出てるんですけど、もうちょっとだから大丈夫大丈夫。慢性腎臓病だとさ、要は失われてっちゃうわけですね、体に必要なものが、水と一緒に。お水って結構飲んでますかね、この子。飲んでますね。飲んでます。うん、で、多分おしっこもね、普通の子でもだいぶ多いんですよ。うんうん、で、体に必要なものがちょっと出ちゃってるから、そうならんような。うん、大丈夫大丈夫大丈夫。ご飯食べて。大丈夫だよ。で、この子の薬って。大丈夫だよ。八、八、もうちょっと、ね、もうちょっとね。八、ごめんね。うん、ごめんね。もう、うん、まだまだまだ。気持ち悪いね。きれいにしとこうね。気持ちいいよね。
はい、そこ話していいよ。はい、大丈夫よ。総合ビタミン剤と、まあ、体、心臓、肝臓の機能を高める薬と抗生剤。これが顔色なの。この子の舌の色とか歯茎の色が薄いでしょ。色が本当はもっと赤としたピンクが正常。血をしてると、うん、はい、ごめんね、デンタルケアして出してね。まず歯の表面ね、特に奥歯まで。たまにやってるんですけど、なかなか私がいるということ聞かない。で、45度の角度で刺繍を取る。からまあ歯の色はなかなかやらしくないけど、うん、軽くね。ガジガジ噛んでもらうと歯の色も。うん、遊んで、もうちょっとね、はい、ちょっと保湿剤かけますね。まだここをね、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 手増えたね、手増えたね。これも痛いか。あのね、これ人間のね、ウェットブラシの携帯用で、これちょっと触ってみてください。大丈夫、大丈夫、大丈夫、とってもこれ気持ちがいいんですよ。もしよかったらこれ、薬局かアマゾンか楽天で一個買ったってください。それではないけど、一応家で、はい、普及は人間用なんだよ。ウェットブラシでね、うん、それで毎日ブラシ、あの保湿剤で持ってらっしゃる？保湿剤、はい、さっきこんなスプレーを出したことないから、私は、ね、動物用ですね。そうそうそう、動物用、ね、これあのこうやってやってあげるとさ、マッサージ効果があるから、うん、さっき光るやつでしょ、血液循環が良くなるから、あの腎臓にもすごくいいと思いますんで、時間があれば毎日ブラッシングはちょこちょこ、うんうん、飲み取りのと、あと人間用のと、さっきみたいにそれはやらせてくれるんで、はい、じゃあこんな 100cc でさ、ちょっと1本保湿剤も出しておきますから、はい、これもちょっと体に直接スプレーしてもいいし、手にかけて揉み込む感じ、うん、全身にぶっつけて、あとこれでやって、はい、出てきたウエットブラシも、あのコームとウエットブラシ、はい、あの飲み取り用のと、そうそうそう、それとこういう人間用のと両方使わされてます。そうそうそう、両方やれんで、両方使ってやってくださいね。はい、まだまだまだごめんまだだね、分かってる、ね、もうこれは終わりか、そういうことだもんね、はい、じゃあまあちょっと体重見ながらね、はい、まあまあ食べてて体重無理されてるだったら1週間後に見せる、薬が切れる前に見たいんですよね、はい、どちらかというとね。ただし体重が減るとか、もしここが膨らんでくるんだったら途中で相談してください。年末年始はやってない時間帯が多いんで、はい、お渡ししておきますけど、はい、こんな感じです。だから反対に言うと、はい、29までは普通、3、4日からは普通です、はい、だからどうしてもその日が来れない時は、私の携帯、前名刺渡しましたよね、はい、あの携帯に、あ、名刺に書いてある電話番号に電話してメッセージで届いてください。はい、でもよ、今日が28だから、だから1週間ぐらいだと多分1、2、3、4、5日になるから、もう普通にやってると思いますから、もしもの時はその時間を利用してください。はい、OK、じゃあ帰ろう。帰りたはい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 、大丈夫、自分で行くね、帰り分かってるよね、慣れてるらしい、尻尾入れようね、はい、あ
上手だね。はい、やっと。じゃあまあ、あの観察と、はい、それからよ観察と、あとブラッシングもね、あれ、まあ、デンタルケアもね、やれる範囲でやってくださいたまにやってます。要はね、デンタルケアして口が臭くない状況にしとった方が腎臓病の進行遅いんですよね。じゃあ今日出す保湿剤はこのワンちゃんにこちらのスキンケア製品のVS のコンディショナー、これを出してきます。これ普通だとこんなでかいんで 100cc に小分けして出しますんで、そうすると値段もリーズナブルないし使いやすいかなと思うんで、これを1本出してきますが、はい、かけたってくださいね。人間の手にもいいです。はい、こっちですね。はい、じゃあそれですいません、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃああったとこに戻る。